ちは、フラメンコギタリスト池川俊和です。今回はフラメンコ奏法でよく使われるアバニコについてご紹介します。このアバニコを覚えるとぐっとフラメンコらしく、スパニッシュらしくなりますので、ぜひ覚えてみてください。例えばこのような感じで弾かれます。弦を激しくかき鳴らす奏法、これをラスゲアード奏法というのですが、そのラスゲアード奏法の一つがこのアバニコ奏法と呼ばれるものです。アバニコとはスペイン語で扇を意味する言葉です。その手の形が扇に似ていることからその名前がついています。見た目にとても速くて難しそうに思われるかもしれませんが、ゆっくり解説していきますので、ぜひ弾けるようにしてみてください。それでは実際どのように弾くのか早速やってみましょう。出てくる音は全部で3つです。使うコードは E のコードでやってみます。まず1つ目は親指のアップです。まず気をつけることは、1弦から6弦まで均等に音を出すということです。ついつい高音弦、つまり高い弦だけが鳴ったりとか、低音弦、低い音だけが鳴ったりとか、しないように1弦から6弦まで均等になるようにしましょう。続いては中指と薬指のダウンです。この時人差し指や小指が当たっても構いません。親指以外の4本が当たります。僕の場合は主に中指と薬指がメインに当たっています。この時注意するのは、一つ目と同様に6弦から1弦まで均等に指を当てるということです。そして3つ目は親指のダウンです。6弦から1弦まで振り下ろします。この1つ目、2つ目、3つ目の音、これらがなるべく同じ音量、音色になるように、まずは一つずつ練習してみてください。おそらくなんですが、この3つの中でちょっと難しいなと感じるのが3つ目の親指のダウンだと思います。原因は2つありまして、まず1つ目は2つ目を弾いた後に一緒に親指も下がってしまうことがあります。すると
次引く弦がほとんど残っていませんので空振りしやすい弦になります。2つ目を弾いた後は親指は6弦よりも上で待機しておくようにしましょう。そして2つ目の原因は親指が弦に引っかかってしまうということです。3つ目の動きだけをやるとこのようになるのですが、手首の回転が強いとこのように爪と弦が引っかかってしまいがちです。ではどうしたらいいかというと、手首の回転はほんの少しだけにして腕全体の上下運動を多めに使うとうまく弾きやすいです。手首の回転だけだとどうしても引っかかってしまいがちです。振り下ろすようなイメージです。3つの音がある程度はっきりくっきり弾けるようになったら、次はつなげて弾いてみます。3つの音がなるべく同じ音量音色、はっきりくっきり弾けるようにゆっくり練習してつないでいってみてください。最終的にはこのようにつなげられます。コード前のうまく弾きづらいなと感じたら、3つを一気につなげるのではなくて2つずつつなげるのがおすすめです。つまり1つ目の親指のアップと2つ目の中指薬指のダウン、これをまずつなげてみる。次は2つ目の中指薬指ダウンと3つ目の親指ダウンをつなげてみる。そしてさらに3つ目の親指ダウンと1つ目の親指アップもつなげてみます。このように何指から始めても2つの音が同じ音量音色になるように練習してみてください。ポイントは指の動き、そして手首の回転運動、さらに腕の上下運動、この3つを意識すると比較的うまく弾きやすいです。参考にしてみてください。